さあ、それではですね、これは本番です。はい、ちゃんと Q が出ました。全くピリピリした感じがない今日のこう実況席ですけどね、なんかいつもやってるみたいなね。いつももっとグダグダです。じゃあ一応あの台本っていうのが今日ありましてね、最初だけ読ませてもらおうかな。はい、オープニングです。2021年11月13日土曜日ですね。時刻はですね1時45分、そんな1時46分か、を回りました。こう東京23市と実況隊のコラボ番組、クラブとファンのおしゃべり場、今日はいつものスポーツ場を飛び出しまして、都内の某所のグラウンドからねお送りしています。タイトルコールっていうのが番組にあるんですけど、お付き合いいただいていいですか。はい。私が毎週と言ったら23と言ってもらえますか。嫌です。最終的にじゃあ23と何月にしますからね。ああ春の来た。いやちょうどオープニングコールですよ。ちょうどオープニングコール。ちょうど今番組がいいですよ。まあ、もう適当に、はい、もう始まってるんですよ今。ちょうど始めたところ。音がねでもね裏に響くからね結構集音しやすいですね。大丈夫ですか。うん、はい、よかったよ。はい、それではあの原野さんもねお越しになりましたんでね、タイトルコールからいきましょう。あの私は毎週と言ったら23って言ってくださいね。毎週23なんですかこれ。今日は毎週23トーク番組です。特別番組です。実況じゃないですかね。さあじゃあタイトルコールいきましょう。皆さんもお付き合いいただければと思います。私が毎週と言ったら23と言ってください。よろしくお願いします。それでは毎週23。僕は言わないですよ。僕が言ったら怒られちゃいますもん。それはまずいですよ。はい、スペシャルということで。毎週翼にするので。毎週翼って。ありがとうございます。あの、ファンの、皆さんもね、23って言ってくれてね、ありがとうございました。毎週23、今日スペシャル番組ですね。あの、いつものスポーツバーを飛び出しまして、今日は、都内某所のグラウンドに来ています。今日は45回目。結構続いてる。あのまあ御社のあの御社というか南葛さんのねあの番組ほどはまだまだ足りてないですけどね、少しずつ後をかけられるようにしたいと思ってます。45回目、今日のテーマですね、南葛氏浅田さんと振り返る関東リーグ、そして入れ替え戦へというタイトルでねお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日のね出演者ご紹介いたしましょう。メイン MC 私やらせていただいております。東京23勝手に実況隊の実況 MC ブラジル36です。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそしていつもレギュラーコメンタリーさんですね、よろしくお願いします。どうぞ。レギュラーの GM の原野です。よろしくお願いします。はい、東京23 C の原野大輝さんです。結構真面目な目でトレーニング待ちましたね。浅田さんがいるからやっぱりちょっとねちゃんとしないでやっぱりいつもの感じ知ってますから。結構聞いてますからで黙るんですよね。あのまずいところは黙るっていつもブラジさんが言ってるんで。記憶にございませんね、はい。さあそしてね、お声でねわかりますね、今日のスペシャルゲストです。もう南葛 SC のね SOS っていうんですよね、はい、スーパーオールマイティースター。何でもやってます。お名前を自己紹介でお願いします。南葛 SC 浅田と申します。よろしくお願いします。はい、浅田貴則さん、お邪魔します。浅ちゃーん。ちょっと待ってください。 SOS って何ですか。スーパーオールマイティースタッフ。スーパーあけど O じゃなくて本当は A なんですけど、困ったら SOS っていうじゃないですか。だから一応それをかけてスーパーオールマイティースタッフと。困った時の浅田さん。でプラス今困った時のうちのスタッフ陣が僕の、あの今ラインズマンやってる彼とか、はいはい、あと他にもあのそこでリハビリやってる彼とか、うんうん、みんなでチームを作り上げてるっていうんでスーパーオールマイティースタッフのグループがあるんですね。SOS のグループ。SOS のグループ。困ったら僕らを頼ってくださいってチームね、あのみんなで協力して運営してます。チーム SOS。そうです。今回 T シャツとか作れそうですね。作れますね。ああいいですね。いいですね。それぜひちょっと作りましょう。かっこいいじゃないですか。いいですね。はい、あの皆さん販売するときはねぜひ買ってください。買わないじゃないですか。東京23の方のサポーターの場合なんですから絶対。あのダービーマッチ今年もあの来年もまた出ますからね、あのぜひねあの食ってやってくださいと。あとあれですよ、春野さん今日試合の内容言っちゃダメですよ。まあちょっといいんじゃないですか。ちょっとじゃあ浅田さんが言ってくれたところは僕らも喋れますんでね。ああ、はい、あのトレーニングマッチってやっぱりこういうあのなんていうのかな、競技の世界だとね結構デリケートですもんね。
まあお互いやりたいことがね、うん、ありますからね、挑戦したいこともありますしね。そうですよね。けど東京23本当走れますね。そう、東リーグも何試合か見させていただいたり。ありがとうございます。今年の23は本当メンバーももうガラッと変わりましたけど、やっぱりね本当に運動量ありますよね、うん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 、そういう選手じゃなきゃ多分ここのピッチに立てないっていうぐらい、うん、あれでやってるんだというのがすぐ分かりますよね、こうやってちょっと見ると。でも東京カップね、今年初戦で、いやいやいや、あれはだって東京23もまだチームが作り上げてきれない中で、うん、うちもまだまだ中でやりましたけど、なかなか難しいですよね。1年の頭ね。だから今ぐらいのこのタイミングの方が逆に見てる人なんかは面白いかもしれないですけどね。美味しい。どっちが言ったか言わない。だってほら壁のところには大学生の人とかいないですか、カメラ持った、うん、あね、本当ですよね。ちょっとねギラッとギラッとしてる、ギラッとしてました。で俺が見たら目そらしたって多分ちょっとそういう系の言いました。そうだ、なんか人は見に来て、うん、見えちゃうですからね。そう、まあね、今日はあれですか、南葛さんもなんか何人かお客様みたいな方いらっしゃいますけど。そうですね、うん、フィナンシェという、はいはい、まあ、うちのそのファンサポーターのこういろんな特典がある会員制のものをやらさせて今年からいただいて、まあその中で特典サービスということで、まあ限定でお客様を入れさせていただいてということで、まあ抽選なんですけど、抽選で当たった方だけという形で、まあやっぱりどうしてもこのコロナ禍もやっと緊急事態宣言明けてこうね、いろんなものが解放されだしましたけども、うん、やっぱこのサッカーをこうやって観戦できるのが普通じゃなかったじゃないですか、ようやく ね、やっぱりこういうのが当たり前になって本当にいいですよね、うんうん、皆さんなんか嬉しそうな顔して見てますもんね。いや本当ですね、はい、うん、トークンってやつですか。そうです、トークンってやつですね、はい。あれ どういうの結局こうこうチームをサポートするこう、うん、株を買うような感じなんですか。まあまあ簡単に言えばそうですね。だからまあ普通だと、うん、ファンサポーター会員って言って会員証があったりしてやりますけど、うん、それで年会費いくらみたいな形でやられるじゃないですか、うんうん、まあ形式的には同じですよね、うん、でプラスそれにうちはその会員の方に特典でユニフォーム、サイン入りユニフォームを特典でつけますとか、あとはそれを持ってるとこういう風な形でサポーター特典がありますとか、まあ付加価値をつけてなおかつそれがまあ金融資産みたいになってるという形ですね。価値が上がったら売ると差額が上がったり、そうです、はい、いろいろ考えてますね。まあいろいろだけど、まあ結構いろんな J リーグのクラブさんだったり、うん、他のスポーツのクラブさんだったり、さまざまなチームの皆様も結構やりだして、うんうんうん、はい、みんなやられてます。関東リーグ一部だと、うん、栃木シティさんが始めたのかな。あ、シティさんも始めた、はい、じゃあ資金調達の方法だ。それも一つですね、手段として、はい、まあパートナーさんとか企業さん集めるのと同じように、うん、一般の会員の方と含めて集めるというようなのもありますよね、うんうんうん、はい。じゃあちょっと普通のこうファンの皆さんとかサポーターの皆さんももちろんいますけど、うん、今日辺のベンチに座ってらっしゃる方はもうちょっとこうなんていうの、チームのこう支援度が高い方で。そうですね、けど皆様は本当にもう昔から、うん、それこそ2014年、南葛の創設の時からいらっしゃる方もいらっしゃいますし、はい、そういった方のサポーターの集いから、うん、こう皆様コミュニティが高まって、うん、昨年度ぐらいから入っていただいた方、それこそ地方の方、はい、今日、北信越の方、北海道の方来てこのまま日帰りで帰るっていう方もいらっしゃるぐらい、この試合のために来てくださって、ね、そのまま今日夜の便で、北海道の方は夜の便で帰られるとおっしゃってましたけども、まあおかげさまでJリーグのクラブでやってる選手もうちのチームの場合多いもんですから、うん、その時からのこう根強いファンというか、うん、温かく応援してくださってる方々がたくさんいらっしゃるので、うんうん、はい、そういった方がこう来ていただいて、うん、こういうサッカーを見てもらってっていう形で。なるほど、はい。じゃあもともと別の東京と葛飾区と違う地域だけど、縁あって自分の応援してる選手が南葛さんにお世話になることになって、はいはい、こう見てるうちにまた、あ、南葛も応援してみたいな。そうですね、そういった方々が本当に嬉しい方々がたくさんいらっしゃってありがたいですね。南葛さんほら今年はすごく映像が充実してたじゃないですか、はいはい、ですからそういう遠い遠方の方もね、こう定期的に見れますしね。そうですね、まあ
東京都リーグ時代は、うん、一昨年までいた東京都リーグの時にはその映像配信がやっぱダメっていうのが制約があったもんですから、うんうんうん、なかなかできなかったんですけども、うんうん、で、コロナ禍になった時からと、はい、関東リーグ昇格できたことによって、はいはい、まあ、映像配信ができるということで、うん、まあ、まあ最初ちょっとお試し的に始めたんですけど、うん、思いのほかやっぱ視聴者数が多くて、そうですよね、はい、本当にアベレージで結構うん千人の方が見ていただいてるので、うんうん、まあってこと、そう、まあそういうことは非常にニーズがあるんだなというところから始まって、だいぶ今今日も来ていただいて、今日は新しいカメラのテストで来ていただいてるんですけど、はいはい、あの本当勝手に実況隊の方々に負けないぐらいの機材で、うん、南葛実況隊が一生懸命、ああぜひぜひ、マジですか。今日だから23ブラジルさんが来るってことだったんで、うん、映像の方来られるんですかって言ったら、今日ちょっと来ないと思いますよって言ったら、うんうん、ちょっと勉強させてもらいたいですなんて話もしてましたけどね。ちょっと紹介してください。あ、はい、ブラジルには用はないと。いや、そんなことない、そんなことない。パラゲルさんは聞いた。いや、そんなことない、なるほど、ね、いやけど先駆けじゃないですか。それこそこの今カントリーグこうやって盛り上がってる映像配信がいろんなとこに流れたっていうのは、うん、実況隊さんが初めてじゃないですかね、原野さんね。そうですよ、もう、うん、でもエスペランサさんに負けたっていうのはいつも言ってますエスペランサが先だったっていうのはいつも言ってますけど、あ、でもね、あの、エスペランサさんはよりね、喋、うん、り入れたのは俺らが先だね、あ、うん、だから映像はやってたけどね。でもね、それ、まあそれもそうですけど、よくクラブ23もね、やらせてくれましたよね。いやね、だからここでは言えないこといっぱいあったと思うんだよ。原田さんのね、ご苦労は多分いっぱいあったと思いますよ。教会の人にね、どやされてね、そうダメだよ、勝手にそんなとこで撮っちゃうとかね、多分いろいろあったと思いますよ。ただ原田さんがやっぱね、ちゃんとこう頭を下げて筋を通したから今のこういうのがあって、僕らもそれに乗っからさせていただいてっていうのがあるんで、本当にやっぱね、最初作る方って大変なんですよ、何でも。そうですよ、うん、いろんな方がいらっしゃるんでね。だけど本当にね、原田さんと二重さんとね、ブラジルさんがいなかったら、多分ここまで映像配信今ほとんどのチームやってますよね。すごいですね。栃木シティさんとの掛け合いとかも面白かったし、見てくれました。はい、いや、それはブラジルさんが勝手に煽ってるんですよ。いろんなチームを勝手に煽って、そこも僕謝罪係で、ね、だけどそういう原田さんがいらっしゃるからっていうのはありますよね。あの、だから結構ね、原田さん出し目くらいしてくれてるの、本当に。いや、でも僕は最後言うのは、あれ勝手にやってるんですよ。僕は関係ないですって、いつも言うんだ。あの、サポーターさんが勝手にやってるんでね。いや、ちょっと止めるの難しいんですよ、ね、それにしても勝手にやってても、無観客の中勝手に来たら入れないじゃないですか。そこはちゃんと原野さんがきちっとやってるっていうところが、やっぱね、素晴らしいですよね。いや、けど、ニーズさんのね、ファンサポーターの方も本当に多いじゃないですか。ね、熱心で熱い方も多いんで。やっぱそういう方にね、やっぱ少しでも、ね、うんうん、リアルなところをお伝えするっていうのも大事なことだと思いますね。僕らもそうですけどもね、もちろん、うん、もうじゃあ完全に映像は武器ですか、今なんか。いや、武器です。あ、はい、そうですよね。まあ、そういうのがあるので、全国の方もやっぱり見ていただいて、うんうん、まあさらにこう地域リーグ、関東リーグって何っていう方、やっぱまだいっぱいいらっしゃるじゃないですか、うんうん、もちろん、まあ、今ちょうど地域決勝やってますけど、クリアソンさん頑張ってますけど、ね、関東リーグってそんな大したことないでしょとか、うんうんうん、やっぱり J リーグじゃなきゃ面白くないよねって言われる方は、うんうん、まあ中にまだいらっしゃると思うんですよ、うんうん、だけどそういう方がちょっとあの普通に YouTube とか見てて、うん、パッとちょっとなんかやってんなってつけた時に、あ、何これすごい面白いじゃんと思ってもらえるようなのは、やっぱり誰かがね、そうやって映像配信したりとか、誰かがこうやって伝えていかないといけないことだと思うんですよね、うんうん、だって J リーグに負けないぐらい面白いと思いますよ。いや、やっぱり本当この地域リーグ、うん、あとやっぱ知ってる人、身近な人がね、選手としてこう出てるのって楽しいじゃないですか。そうですね、バレシュ、うん、相手が入りました、どっちかは言いません拍手は聞こえました、ね、拍手はどっちか、どっちか拍手が聞こえます。でもやっぱ春野さんですか、あの俺たちがこう実況隊がこう映像をやりたかった時ってのは結構やっぱ大変だったんですか。いや、だから今でこそいろいろこうね、制限出てきましたけど、昔はまだその先駆けじゃないですか、うん、本当にだから勝手にっていうのをよく使わせてもらいましたよ。勝手にだからまあ一応許可は取るけど、うん、いや勝手に来るんですよねっていうのは本当にもう僕の中で困ってるんですよね。だから連絡はしてるんだけど、本当に勝手にやってるって困って、逆に困るんですよねっていうのは、あのグーグー来るんですよ、うちのサポーターはつって
許してくださいよっていう感じですね。だから難しいですよ。だって一般普通の公園とかでやってるとね、うん、それをこう排除するのもできないですよね。そうそうそう、それを勝手に言って、うん、だからいい本当のネーミングですよ、うん、勝手に実況体は。え、勝手に実況体ってそういうネーミングが誰がつけたんですか？ブラジルさん？あ、僕とパラグエルで。あ、はい、いいネーミングですね。でも最初からそうでしたよね。最初からそうだったんで、2014年でもなんかそういう風になったんですよ。なんか流れ的にね、勝手にやって、そうそうそう、で本当にそう言ってたんですよ。勝手にやってるって手でいきましょうみたいな。いやけどその東京協会だったり、はいはいはい、いろんなとこで話を聞くと、はい、今の花野さんがこれ嘘偽りなく本当に議題になるんですよ。映像のね、カメラマンとかどこで誰が撮ってるとか、あのチームのちょっと映像や何、東京20、最初の頃は東京23映像やってっけど、本当にとんでもないとこで映像やってる、どっか許可得てんのかとか、いろいろやっぱ協会内で話題なんですよ。ボロボロで、そうすると大体、うん、その協会の方が原田さんに問い詰めて、うん、どうなってんですかって聞くと、うん、いや勝手にやってるんで僕ら関係ないんですよっていうのを本当に言うらしいんですよ。これで協会内でも東京23勝手に実況隊は、うん、本当に勝手にやってっから23の本当に正式な映像部隊ではないというのを原さんは堂々と言ってるっていうから、じゃあどうしようもないよねって話になるんですよね結局。いやこれは俺ね、本当にいいネーミングだと思います。だって東京23じゃないですからね。だけど一歩間違えると、本当めちゃくちゃブラジルさんとパラグエルさんがめちゃくちゃ怒られるやつなんですよ。いやだと思いますよ。うん、うん、本当に。うん、だ最初でもね、なんていうかね、なんかちょうどいいやラジオだから言っちゃえって感じなんだけど、結構ね、あ、やっぱりね、この価値を伝えるためには映像を伝えなきゃダメだなってのを思ってたんですよ。でもおそらくああいう偉い人たちはね、理解するのに10年はかかると思った。そしたら遅いんですよ。そうですね、うん、だからもうこれはやるしかなくて、やってもし怒られて、うん、本当にやばかったら僕らだけクビになれば、出禁になればいいしっていう感じ。いやー、もうそのだから勝手に、そのね、意気込みがやっぱね、大事なんですよ。もうチームには迷惑かけたくないけど、そういうのはやっぱ広げていきたい。だけどもうそういうふうに自分たちが何かあった時に、うん、首とかね、まあ、犠牲になればいいやっていうふうな考えでやってくださる方じゃないと、やっぱ最初にできないじゃないですか。うん、だと思いますね。そういうのだけど本当大事ですよ。でもほら、最悪自分たちが出禁になればいいやっていうのがある覚悟があったから、むしろ番組の内容を制約しなかったんですよ。しゃべりを入れたりとか、ゲスト入れたりとか。で最初の2年、1、2年はね、やっぱりね、都の偉い人とかが通るたびにね、すごい声でジロジロ見られる。そうですよ。だから、原野さんが、勝手にやってますからっていうか、勝手にやってるのどこだよって言って、東京カップの時とか、なんか、こう指さして、あ、あそこです、あそこです、みたいな、なんかそんな話したこと覚えてますもん。そうです、最初の頃。浅田さん裏方でね、その仕事をしてる。お手伝いしてるからね、僕も。でね、なんかね、すごい肉々しげに僕らの前を通ってね、撮るのはいいけど、お前配信はやめろよ。ドスの聞いた声って言われて、誰だか言わないけど、それは有名な方ですからね。けど今もうね、許可証取れば OK なんて、はい、そういうのもう全く問題なくっていう形で。うんうん、ありがたい話ですよ、ね、本当に。はい、うん、だからブラジルさんたちと東京、うん、フットボールさん、うん、フットボールさんがやっぱ最初ですよね。うん、フットボールさんも本当にね、このリーグとか東京都リーグ、うん、都リーグとか都道府県リーグで、うん、こんな素晴らしいコンテンツ作ってるのは、うん、多分東京のフットボールさんだけですよね。そうですね。他の他県さんであんなやってるのないんで。あと東京フットボールさんはやっぱりサッカーの経験された方が文章をライティングしてるから。そうですね、僕らみたいなインチキと違ってちゃんと試合の内容が分かるんですよ、テキストで。けどテキストで言うと、その23の方で、うん、選挙みたいなの作ってる方も中にいらっしゃったじゃないですか、一時期。ああいうのを見てて、うん、なんか、まあ、あれも多分原野さん勝手にやってますって言ってるのかもしれないですけど、多分真帆さんだと思うけど、あの彼女も地元の、すごいなと思って。でちゃんとやっぱこうフォーメーションとか、そうそうそう、選手の特徴とか、うん、ああすごくいろいろやってんだなみんなと思いながら、うん、けどね、やっぱ好きでやってくださる方とか、ボランティアで協力してくださる方の存在ってすっごい大事だと思いますよ。確かにね、やっぱね、そういう方がいないとですね、一つ成り立たないっていうのも事実ですよね。うん、まあ、好きでやってる人にはかなわないもんね。いや、かなわない。本当ありがたいですよね。本当僕らもいつもボランティアでやっていただける方に本当に感謝してますけど、本当にありがたいなと思います、いつも。まあ時々間違って誤送しちゃうんだけどね。それをね、クラブのスタッフに言うことやってもだけど、それしょうがないじゃないですか。分かんないこともあるし、やっぱやってるうちに。そうですよね。
ね、そこら辺のバランスが難しいですよね。難しいですね。どこまで、いや本当ありがたいですけど、そこまでやられるとちょっと本当に怒られちゃうから、許してくれっていうところが、そこがわからないんで、こんなのやらないとダメですよ、原さん。俺も怒られちゃう。そうですよね、分かってるんですよ。そう。そこはね、でもうちの良さは、ね、そういう人たちが本当多くて、たまたま。だから、本当ありがたいですね。PK かな。うん、PK ですね。PK ですね。うん、はい、まあ、結構あれですね、玉毛がきつく言ってますね。いやいや、緊張感あっていいですね、本当にね。やっぱこのぐらいの強度が高いと、そうですね、僕らとしてはこの後入れ替え戦もあるので、うん、そうだそうだ、はい、そうだ、やっぱね、いいトレーニングになります、本当に。入れ替え戦はまだ当分対戦って決まんないですよね。明日、あと、まあ、DFL もあるんで、はい、一応一旦は明日で関東一部全部終了ですよね、うん、日程的には。はい。明日は東京ユナイテッドと琉球大FC。FCですね。はい。ユナイテッドを勝つと、順位が変わるのかな。そうか。はい、じゃあ、ってことは、ユナイテッドさんとやる感じになる。そうですね。はい。で、その、ユナイテッドさんが勝たないと、東院横浜。そうですね。はい。で、あとは、GFL とクリアソンの結果して。の問題ですね。うん、けどどうなんですか、クリアソンさん今今日2連勝ね、ね、同じ関東一部で戦ってきたあれとしては今日は 2-1 ですね。あ、じゃあ、はい、回って入れたんだ。だから、京都さんの今の試合の結果次第ですけど、うん、ね、2勝同士で最終日、うん、なおかつワイルドカードもあるんで、うん、まあ、チャンスといえばチャンスですよね、クリアソンさんもね。まあ初日に4点取ってるからね、うん、ワイルドカードの時は大きいですね、かなり大きいと思います。なおかつ決勝ラウンド東京なんで、西ヶ丘なんで、クリアソンさん的には絶対やっぱ大きいですよ ね、 そうね、移動の距離もないですし、なるべく近いところでできるっていうのは、まあ、仮にもしこれで地域リーグうまく抜けたとしたら、今度 JFL の、はい、下、2チームのどっちかと入れ替え、そうです、一番ビリのチームは自動降格、その次2つが入れ替え戦対象を、うん、で、まあ、この地域決勝勝った2チームと入れ替え戦ですよね、うん、ですよね、うん、はい、で、ほぼあれでは、いわきはもう決定です。決定です。ってことは、自動降格がなくなるんですか、ね、あとは、大分。あ、そうか。ベルスパさんが昇格すれば、うん、自動降格がなくなってずれ込むのかな、うんうん、はい、ですね。ちょっと今年は複雑なんで、そうですよね、僕も音声の方でいろいろお話ししたりしてますけど、なかなかね、音声で伝わらないだけが部分が異常にあるんで、難しい伝え方が。あ、確かにね、はい、浅田さんが南葛さんでラジオやってまして、うんうん、すげえ超人気番組なんですよ。全然面白すぎるじゃないですか。頑張れ南葛 SC で、表番組は葛飾 FM さんで、そうです、コミュニティ FM さんですよね、はい、裏は、表と裏があるんですか、ね、そう裏しかじゃ聞いてないの。ああ、裏はね、裏は本当にもうぶっちゃけトークばっかり。裏もそうそうそう、それしか聞いてないの。表はね、火曜日の夜10時。そうです。はい。いいですよね。表もあるんですか。僕と皆さんでは、うん、中ではメインが裏だっていう。そうですよ、ね。表はウォーミングアップだ、ね。ウォーミングアップしてから裏が勝負だと言いながら、もう表は表でやっぱちゃんとコミュニティ番組なんで情報をお伝えしながら、ね、はい。リスナーさんがね、もう普通の方ですからね。そうですね。丁寧におしゃべり、はいはい、させていただいて。裏はちょっと危ない人たちもいっぱいですからね。はい、そうですね、そのね、裏番組の方の先々週間の回で、はい、そのね、入れ替え戦とかの話、ずいぶん細かくしてましてね、はいはい、それ聞きになると皆さんよくわかると思いますね。うん、裏番組はポッドキャスト。ポッドキャストです。うん、はい、もう結構熱心なリスナーですよ。ありがとうございます。はい。難しいし。そうなんですよ。めっちゃ聞いてるじゃないですか。超聞いてる。ファンですね。ファンで聞いてるよ。いや、あれが羨ましすぎて、毎週23時間。そうなんですよ。なんすか、それが、だから、打倒浅田ですもんね。そう、井上真央さんない。そんなことはないですよ。浅田さん出て、毎週23時来て、ね、翌週ね、俺ら乾杯だったら。浅田に乾杯した。ゲストに来ていただいてね。あの時ですね。あの時はもう完勝でしたね。僕にデザートとか、女性の方。はい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 、はい。真央さんね。もうね、任せてくださいと。なんなら全部連れてきましょうかと。もうアテンドしますよと。ほんとそのぐらいでした、僕。あれはね、また新しいの、どんどん知れてますんで。はい、任せてください。やっぱり井上真央さんがほらプロのね、ああいうおしゃべりをされる方だから、毎週毎週鍛えられてて、うん、いやー本当ですすごいですよ、浅田さんしゃべり、いや本当、うん、まさに鍛えられて、もうありがたいことに、う
それも毎週ですか？毎週です。はい、毎週。いつも、今、オンラインで撮ってるので、ズームで、はいはい、月曜日の夜、撮らさせてもらって、やってますね。はい、収録放送？ズームで撮って、はい。あ、なるほど。で、ちょっと編集するんですか？あ、まあ、若干。あ、若干。はい。基本はしないでやってます。そうですよ。はい。じゃないとリアルじゃないので。うん、おお。いいシュート。まあさんのこう間とかもうまいですよね。こう浅田さんが喋る隙間を作って、うん、で入ってきたらこう叩くみたいなね。だけどブラジルさん今日のこの放送もそうですけど、ええ、丁寧に台本作っていただけるじゃないですか、あの内容とかこういう読まないけどね、いやいやいや読んでない読んでないの、あれ一番奥のほら春野さん全然読まない、GM それはまずいですよ、でも自分が話したいこと一方的に話して番組が終わり頃になると思い出して喋り始めるからね、もうずっと長くなって、なるほど、いやだけど本当にああやってちゃんと丁寧に作ってくれてますけど、僕とママさんって本当にまあ長くやってるからもありますけど、うん、収録前に、うん、10分15分ぐらい、うん、今日どうしましょうかっていう話をいろいろまあネタは全部提供はしてるんですけど、うん、あんなに台本作ったことないですもん、それであんな質ができんの、もうパッパッパッと情報だけ送って、今日こういう感じでこういう感じで行きましょうかって言って、じゃあ行きましょうかっていう感じでいつも言ってますね、やっぱすごいねママさん、いやすごいですよママさん本当に、そんぐらいネタがいっぱい常にあるし、いや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 、ありますよ、だっていやいや僕とマーさんでよく言ってるのは、うん、ブラジルさんとあの皆さんでやってるあの番、1時間ちょっと喋るじゃないですか、大変だ、そうそうそう、僕らね、いやいやそんな喋れるのみたいな、もう30分長いねみたいな、20分にしようよっていつも言ってるぐらいなんで、そうなんです、俺ら1時間半じゃ足んないって感じ、本当だよそういやいや僕ら本当にもう20分とかですよいつも、あ毎回20分ですか、大体20分目指してます、じゃないとやっぱそうですよね、まあ、聞く人もやっぱ聞きづらくなっちゃうし、1時間半も、うん、でもみんな入った人1時間ずっと抜けないんですよ、いやそうだから俺すごいなって思って、だから最近はちゃんとやってます最近はちゃんとやってますってまあ目標1時間切りですよね。そう、そうですね。いや、1時間番組ですよ。そうですね。で、僕らなんか20分、22、3分目安は両方。で、あれ編集して20分にしてるわけじゃないじゃないです、じゃないです。もう、すげえな、はい。で、表と裏で大体打ち合わせ、うん、前打ち合わせを含めて、大体1時間ぐらい。うん、6時から収録始めて大体7時ぐらいに終わるようにしようねっていう感じで2人で、あとはまあ終わってから雑談とかはしますけど、そういうのを狙ってますね2人の中で、はい、あザキパパさんがこんにちは、あこんにちは、ようこそ、今日はあの都内某所のグラウンドで、南葛の浅田さんと春あの23の春野さんとですねおしゃべりしてます、フリートークなんでどんどん絡んでってください、こういうことやってるんですよ、ね、すぐ絡んだ人にすぐ絡むから、ね、時間がそうね、関係者そういうことやるから、うん、そう、うちがね、もし 対抗できるんですよ、うちライブですもんね、あれね、そうですね、もう 生放送、もうピー入れられませんって、だけど確かに、そうですね、うん、うちもそういうふうにフリートークを入れられる状況を作れば、うん、多分みんなからいろんな、ね、これどうなのこれどうなのってなるでしょうね、まあ、一方的に僕とマーさんで話してるから、うんうん、ね、そういうのありますけど、だから聞きたいとことか DM とかでコメントくださいねみたいな感じでは言ってはいるんですけどね、はいはい、結構お便りも最近たくさんいただいて、ね、たくさんいただいて、もう全然呼びきれないんですよ実は、いや俺結構送ってんだけど読まないよ、ね、あ仕方されてるなみたいな、結構はいただけんですけど、はい、うーん、でもそういうこうファンっていうかさ、なんていうのか、サッカーのチームだからサッカーだけ見てたらいいんでしょってんじゃなくて、うん、その前提でね、まずお友達になるというかね、そうですね、気持ちが繋がるのってすごい大事じゃないですか、やっぱ声がね大事だよね、浅田さんのやっぱ声聞くといつもあのマーさんが出てきて、うん、浅田さんの声が出てきて、で最初に枕が少しあって、うん、くだらない話なんだけど最後まで聞いちゃうみたいなあの間にこう、うん、なんていうのか、気持ちがこう柔らかくなって、うん、じゃなかったらやっぱりいくらお隣のクラブでもこんなに僕好きにならないですよ、ね、いやー嬉しいですね、それは浅田さん僕言いましたからね、そのマイク兄さんで僕どこが一番なんか好き何ですよ、なんかありましたよね、で先生僕はもうキャプテン翼愛で育ってますからってもう堂々と言いましたから、ね、南葛大好きです、大好きです、お宅どこの CM ですか、本当ですよね、も
もう僕はだから東京が負けても全然悔しくなかったです僕は23だけには絶対負けたくないと毎年思って西ヶ丘でボコボコにされたんです。それこそ田大俊平君にフリーキック決められた、あの後はねもう悔しくて悔しくてね。で田大くんがあの時ちょうどゲストでちょっと飛び切り出てたじゃないですか、はい、フリーキック、はいはいはい、もうあのコメント聞くだけでね田大くんの顔がね思い浮かんでねチクショーと思いながらねいつもね思ってますけどね。あ、そうですね、あの時だから山本さんも本当に悔しそうに、いやいや、いや本当にもう乾杯ですみたいな。そうですね、あの時は本当乾杯でしたね。田大俊平選手はあのフリーキックはもうきっと人生の思い出に出ますよね。人生の多分南葛がこう J リーグ上がった時あいつ出すと思いますよ、ね、絶対出るよね俺がこれ俺ですとかね、絶対出すと昔はそんなに大したことなかったんだけどななんて言いながらね絶対 PR しますよね。けど今度来週関東社会人ありますけどね、ヘリスさんでね、うん、今頑張って活躍してるから、うん、この間ゴールも決めてましたしね、はいはい、嬉しいですよね。やっぱね、うちも品川 CC さんと坂井トリニタさんにうちにいた選手がいてやっぱ応援してましたけども、はい、やっぱね対談まあいろいろあって対談して次のチームでこう頑張ってくれてる姿を見るとやっぱ嬉しいですよね、うん、すごく。あ、監修はそうすると東京勢はエリスだけ？エリスだけです。あ、そうです。はい。栃木が2チーム残ってて、おー、なるほど。はい。東京とあと栃木2チーム、あと茨城か、うん、そうですね。栃木がだからすごいですね。頑張ってますね。第一第二代表、そうですね。ベルフェさんもね、関東リーグ復帰を目指して。まあでも感謝の苦しさはね、まだ直近でね、結構いやもうやっちゃうほど味わってますもんね。もうね、申し訳ないですけど、やっぱり今年関東リーグ初めて参加させていただいて、はいはいはい、やっぱり東京都リーグ、うん、関東社会人、うん、入れ替え戦、うん、トーナメント、はい、もう絶対やりたくないですよ。いやそれ原野さんも多分よくわかると思いますよ、うん、いやもう一回やるって言ったら嫌ですよね、もうね。だから僕ら本当あれですから5位で上がってます。そうですいやいいんですよ、結果が全て補欠入学みたいな感じで結果が全てですよ。俺はね今でも某社会人連盟の役員に怒られるんですけど、うん、その都リーグ上がった時、うん、グランド確保も1回もできずに、うん、そうなんだ。そう、それも怒られて、お前んとこだけだぞって言われていや、けど東京ってやっぱグランド取るの大変じゃないですか、うん、本当に。だからその中でねみんな苦労してて、うん、まあ、東京の、ね、代表としてそうやって関東リーグ地域リーグに上がってきますので、うんうんうん、ね、なんとかやっぱ協力してっていうところはありますけど、うんうん、まあだけど当時ね、うん、こんなこと言っちゃいけないですけど昔話なんで東京23さんのグラウンド全然取んなくて、うんうん、ほんとねもうもう大事だった、もうどうしてんすか原野さんみたいな、グラウンドいい加減出してくんないとこっちもないですかねっていうようなぐらいやってましたよね。本当もうだからグラウンド持ってるところにいつもお願いして、うん、そうだよね。本当にすいません。で本当取れなくて、いやいや取れないですよね。いや本当だからエドリクをやってだからそうそう、ね、関東リーグが上がってから取れるようになって、江戸学の皆さんありがとうございます、助かりました。いや本当ですよ、エドリクね、あんないいスタジアムでね、あんないい箱があって、あんだけのお客さん入れるってすごいなって、僕有観客の時本当何試合も見に行かせていただきましたけども。来年やりましょうよ。来年やったら本当満員に絶対になりますから、ね、奥戸もあるんだしさ、お互い自転車で行ける距離だから。奥戸はダメですよ、あの23のお客さんはもう限定何人って決めます、うん、アウェー席は何名ってもう基本入場させないように。だってもう23のサポーターの方々が入ったらもうだってなんか逆にあ、なんかうちアウェーなのかなとか思われる雰囲気使えるの。いやだからうちのサポーターが南葛 SC さんのファンクラブ入っちゃえばいいんだよ。いやそういう方いると思います。ファンクラブ入っちゃったら売らなきゃね、チケットね。そうそうそう、なんで売らないんですかってだってうちのね、言ってましたよ、トークン買うって言ってましたから、ね、あ、ほら、もう株主みたいな、株主って顔で行くと思ってなんで俺払えないんだ浅田くんとか、俺トークン持ってんだよなん、どうもすいませんって言うしかないじゃないですか。そしたらで23の端はぶつけてそうだよ、どっちだよみたいなね。そんなになったらいいですね、本当ね。タオマフも作りましょうよ、半分ずつ東京23と南葛で分かれてるの、分かれてるやつ、そういうリバーシブルのもう作って、やっぱ
いろんなの盛り上げないと面白くないですもん、絶対。いや、だって僕は絶対翼くん T シャツ着てます。今の本気で裏切ったら。怒られるよ、GM ですよ。GM ですからね。南葛はライバルで、翼くんはだって。いやいや違いますよ。結構目がマジで動いてる。だって俺、本当に浅田さん、俺ね。翼くんのちっちゃい頃の練習を俺ほんと自分小学校時代練習してたんですよ、でそれぐらい翼だって YouTube とかない時代じゃないですか、かだから何の教科書もないですよ、サッカーの、だペレの本か俺神様ペレの本かあれですからね、翼くんで練習してたんですよ嬉しいな翼くんは。だからね、やっぱり毎週兄さんに言ったんですけど、うち貧乏だったから、あ、こちらこちらこちら、どうも土井さんじゃないですか。今あの南葛の有名サポーターさん、土井さんお越しいただきました。ありがとうございます。あの、まあのんびり熱く応援しております。いつもあののんびり熱く応援してくださる。あのマーさんとやってるラジオ番組にね、あのいつもこうあの投稿してね、そうもういやいや、そうですね、もう5年6年ずっとネタ毎週考えながらも嬉しいですね、いや今もこうちょっとね、南葛さんの歴史とか二重さんの、あのちょっと黒歴史とか喋りながら、ちょこっとだけ聞いてまあ、まともにいかないんですけど、いや来年ね、またあのこのあと12月25日にね決戦は控えてますけど、それをね頑張って乗り越えたら来年お互いダービーできるわけじゃないですか。本当ね、リーグ戦の本当ね、もう8年前ですよ、で2014年に南葛がこう、発足した時に東京23さんはあの一部でやってらっしゃったわけで、その時にまあ4カテゴリー上じゃないですか、これを いつか追いつくことあるのかなっていう。追いついちゃいましょう。追いついちゃいましょう。抜かしましょう。一気に抜かしましょう。これね、ついにそのチャンスが来たか。なんかね、かみたいな、もうさっき浅田さん、いやうちのライバルは23じゃなくてクリアソンスから。そんなことは言ってない。そんなことは言ってない。ユナイテッド、あもう半分抜き切ってます、言ってない、もうクリアソンですから。怖い怖い、怒られる絶対。ラジオっていいよね、こうやって言い伏せごめんだから、ね、勝手に言ってるから。いや本当ね、もう雲の上の存在だったんですけどね、あの頃は。いやでも実際ね、こうやってあの初期の頃ね、まだほら、あの配信とかやられてなかった頃に、あの僕らの方で無理やりね、あのやらせていただいて、あのなんで敵に塩を送るんだってファンの人から言われたりとか、よそのチームからあなんで実況隊がなんかつやんのとかって言われたんだけど、まあまあそりゃそうですよね、だってあれ2018年の関東社会人の赤羽だってね、実況していただいたの僕すっごい嬉しかったし。あ、マジですか。いやだって僕ら配信できなくて、そんなマンパワーも今みたいにね、こうやって協力してくださる方もいらっしゃらない中で、ブラジルさんからねああいうお便りいただいて、でぜひちょっと応援、本当にいいのと思って、さすがに俺原野さんに言えないよそんなことと思いながら、絶対怒られるじゃんって、なんかそういうのもよぎだけど、ああやってやっていただいてね、残念ながらあの試合あれでしたけど、けどあれも歴史に残ってて、そうです、あの悲しみがあるから今があるんですよね。いや本当ですよ、もうやっぱ二度と忘れないですけど、やっぱりだけど映像にああやって残ってて、映像いただいて、ああやって残していただいて、ああいうのを振り返ってみたりすると、やっぱね、いろんな方の思いとか、いろんなね選手の思いとかね、歴史は本当にあるんでね。だって花野さんだってね、僕選手の頃から知ってますからね、佐川急便。佐川急便全から取った時でしたっけ。もう花野さん半端じゃなかったですからね、本当に。で佐川急便って何みたいな、すげえ強いじゃんみたいなとこからもう知ってますから。それ僕ら知らないんですよ。誰も信じてくれない。いやいや花野さん すごいっすよ本当に。誰も信じてくれないから、本当死ぬ人は死ぬ。そうもうだからね、いいんです。あれ東京フリーでしたっけ。何でしたっけ。全日空。あそうですね、元はね、元全日空、それと佐川と、まあ、その時からで。東京クラブチーム選手権制覇して、前者も優勝して、前者優勝して、僕らがちょうど佐賀県民が力入れるった時、関東リーグ
だったんですよ、でも青梅とか、今の浜中理事長とか、青梅と僕現役だから22歳ぐらいでやってて、でカントリーグ優勝してチケツをもうあっさりいっちゃったんですよ、佐賀急便は。何のことやら、だからチケツって僕大したことないんですよ、思ったんですよ。まあ普通に抜ける大会じゃないですか。だって普通に行ってましたもんね、あの時。佐賀急便は普通に強かった、もう元 J リーガーその時。そう、その時とんでもないチームだったんですよ。本当今なんかね地域リーグ当たり前のように J カラーの選手いますけど、その当時ありえないぐらいのメンバーで、もうだけどその中でハロンさんね輝いてましたんで、いや何このチームって本当みんなざわざわしてましたから。今日やってよかったね、ハロンさんね。いや良かったです。違う違う違う、ハロンさんの番組じゃないんですから。誰も信じてない。ここだけちょっと切り取りたい。実は本当にハロンさんすごい選手だったっていうロマキみたいな感じでね。でもね、昔のやつはないから、だから本当その佐賀急便あれですか、グランパスに 4-0 で天皇杯勝ったんですよ、すごいね。いやいや、すごい時です、ね、あの去年の残し休みみたいでしょ。いやいや本当そうです、だから当時はもうありえなかったんですよ。あれそれで佐賀急便東京になったんでしたっけ。そう、あそこで佐賀急便、それは佐賀急便東京で JFL やってて、JFL に1年目でもう2位とかでしたからね。だからもうすごかったですね、当時の佐賀急便、佐賀急便グループ全体が、で合併したんです、佐賀市が、大阪も強かったり、中国も強かったり、もうどこの、だから全社がベスト4佐賀急便になっちゃった時代ぐらいあるんですよ。へぇー、3チームぐらい佐賀急便で、もう全社が佐賀急便の運動会みたいになっちゃったから、多分合併しろって多分なったんだと思うんですよ。で、東京都リーグ23になったに、あれしたのはいつですか、何年。2003年、だからそれを佐賀急便東京サテライトっていう感じの佐川東京23で最初スタートしてます、その時に23ってつけたの。そうです、その時はそう、その時東京23ついてて、でも東京23って誰も来ないから佐賀をお借りしてサテライトっていうイメージで。なるほどなるほど。でもほぼ、だからあの新砂に今練習してるところとかの、あそこ江東区で佐賀急便がやる前に東京23で練習やって、でもよく23つけたね。いや東京23、俺あれ23でついてなかったら多分応援してなかったと思うよ。あ、ね、そうすか。僕やっぱ、ね、今練馬区に住んでるんですよ、で生まれ荒川区なんですよ、だから地元のクラブをずっと探してたけど、で J リーグもちょっと違うし、で横川さん練馬から近いからいいなと思ったけど、でもちょっと違うなと思って。なるほどね。だからやっぱりその23区のクラブを探してって、たまたまあのちょっと縁があって、東京 23FC ってのを知った瞬間に、あの23には俺も含まれてるんだと思ったわけ。はあ。だからそれだから23の試合を見に行くようになって、はい、でこれはちょっとなんとかなるかも、面白いっていうかね、あんていうかね、町クラブのああいうそのアマチュアサッカーが面白いと思わなかったんだけど、面白かったのよ、J リーグと同じぐらい。ブラジルさんが東京23の試合を初めて見たのはいつなんですか。多分2002年とかですよ、トリーグの試合だったから。あ、もう、あ、で2002年じゃない、2009年、2010年に東京23 FC になってるんですよ。あ、そうか、そうか、そうか、最初から最初、もう最初だから、まあ、でもあれじゃないですか、で栃木の前者の時に、あ、栃木のあのなんか入れ替え戦、入れ替え戦に負けた時に、俺はだから初めてブラジルさん見たのはそこなんですよ、知ったのは。ブラジルさんがすごいアマラオさんを応援して、ファンルーツとかじゃないですか、ね、そうだ、ファンルーツで人を集めてみんなで応援に行こうって、その時アマラオさんと全社取った年でしたっけ。そうです、2011年。ああ、そう、あの時強かったもんな。全社取ってカウント社会人だったんですよ、だからもう全国日本一じゃないですか、選手がみんなふんぞり返ってって、それがこの新しい暗黒の歴だって。だからどんなに強くてもふんぞり返ってないですよ。いやいや、なるほどね。もう俺たちの敵はクリアソンだけでやらなきゃいけないんだから。いやいや、本当ですよ、本当ですよ、ふんぞり返ってないですよ。あの時はふんぞり返ってましたよ、みんな選手が。なるほど、なるほど。だってね、全国相模原に勝つし、藤枝にも勝つし、そうだね、長野勝って、そしたらもう関東に敵ないって思ってるんですよ、ね。そりゃそうっすよ。そしたらもう浦安さんに、そうだよね。黒ひょうにやられて、黒ひょうに。黒ひょうね。で、そこで僕はだからブラジルさんを初めて、なんかすごい熱狂的に応援しに来てくれてるイメージがあって。だから土井さんと変わんないんだよね、イメージ的には僕の中。あ、土井さんもそのうち実況するようになるだろうな。いや勝手にね。それは勝手にね。まあどうかわかりませんけどね。すごい歴史だから、
でも、まあ、僕は浅田さんとはだからその、うん、トリーグ時代のビドワード時代から、うんうん、ああ確かにだからすごい南葛さんも歴史が時はクラブがちょっとあまり知らないですけど、うん、その時からですか、その時その時その時今日からですよ、すごい誰も知らない。ハルノさんがバリバリの時から、だから僕らは時はクラブで東京3部とか2部をうろうろしてて当時で、その佐賀急便がめちゃくちゃ強い時が、うん、佐賀急便って何というとこから始まって、うん、うん、だからもうとんでもない本当上の方にいて、その当時からで、まあ、土井さん言われたようにね、隣町のクラブで、うん、東京23ってもう知ってて、うん、で勝手に生配信とかやってるから話題もいろいろ知ってて、いつか追い越したいなと思いつつ、なかなか手が届かなくて、で都リーグの時にセカンドチーム、はいはいはい、雨の日奥戸でやったりとか、 ありましたね、あの辺からやっぱりちょっと意識しだして、いつかトップとと思って、ようやく東京天皇杯の東京戦で、はい、二次戦でやっぱ初めてやった時なんか結構震えましたよね。あ、やっとここまで近づいたなみたいなのありましたね。だから絶対負けたくないなっていうのはね、多分サポーターの方もそうでしょうし、僕らもね本当に 思ってますよ今でも。いやでもこの距離感の中にそういう気持ちを持てるチームがあって、でやっぱりチームもレベルもそこそこ高いじゃないですか、ね、でちょっと向こう行けばブリオベッカー、浦安さんもあるしね、結構この辺りね、もっと盛り上げようがあるというか、もっと楽しいこと作れるんだけどね。いや本当楽しめますよこれ、ね、で、うん、僕もともと、まあ、これ裏でも言ったことあるんですけど、うん、僕ってずっとサッカーやってきて、今もこうやって南葛に関わらさせていただいて、こういうふうな形で仕事としてやらさせてはいただいてるんですけど、うん、普段サッカー観戦とか僕見に行かないんですよ、はいはいはい、とカントリーグとか、うん、JFL とか、うん、J3 とか見に行ったりしますけど、うん、あくまでも仕事の一環で行ってるような感じなんですよ、うん、だけど皆さんみたいにこう大事な休日のこの時間を、うん、ここを見に来るっていうことが僕には考えられないんですよ、うん、普段は。あの脳の中として、うん、でなおかつこう冬の今の時期だいぶ寒くなってきて、外で観戦するのを、うん、本当何が面白いのかなと思うような立場なんですよ逆に言うと、うんうん、だけど逆にこういう来てくださってる方の気持ちとかを汲み取ると、うん、せっかく来てもらってるのに、うん、面白いものがなかったら、うん、何しに来た今日来たのとか、うん、やっぱりだから面白いもの、うん、まあもちろん勝った負けたあるんで、うん、そういうことはまたちょっと別になるかもしれないですけど、うん、だけどやっぱ見に来た人たちが、うん、ああ見に来てよかったな、うん、また明日から頑張ろうかなとかいうような思ってもらえるものがあったら、うん、それがここにあったらいいなと思いながらいつも見てますけどね、自分のチームのことだったり試合に関してはね。南葛さんが勝つと土井さんが気持ちよくなって、そうそうそう、で試合終わった後近所の居酒屋さんに行ってそうお酒を飲むと、いや本当お店が喜んで、はい、材料仕入れてる酒屋さんも喜んで、そうみんな街が喜ぶ、みんなが喜ぶ、本当そう。いやだってね、僕がこう試合終わって、うん、飲むじゃないですか、はい、でツイッターに上げると、うん、それ見て来てくれる、ね、ここで飲んで行くからみたいな、そうだけどね、多分ね、土井さんね、あんまりね、店舗の名前まで言わないですよ。けどね、ちょっとこういうね、グラスの特徴とか、テーブルの特徴とかをあげるんですよ。僕も見れば、土井さん、あ、ここにいるのか。だけど僕、心の中では、ちょっとな、今日試合な、話したいこといっぱいあるなと思いながら、ちょっといっぱい日陰に行きたいなと思いながらも、うちの、さっき言ったスーパーオールマイティスタッフみんな働いてるから、そうですよ、ちょっと飲み行ってきていいなんて言ったら、いや言ってんですかと、あ、怒られちゃうから、はい、けどやっぱね、そうやってサポーターの方とかね、土井さんたちが本当にそういうコミュニティ作ってくれて、ね、立石とか葛飾の街で、このサッカーを見た後に、あ、今日良かったな、今日ダメだったな、あいつらやってんだよとか、今日あのプレー良かったよねとか言いながら、お酒を飲んでもらったり、お食事を楽しんでもらう空間を作りたいなっていうのが本音ですよね。もうね、勝っても負けても、まあね、負けは悔しいけれども、ね、それでこう、ね、お酒飲んでこう次頑張ろうやみたいなことをね、言えるのがやっぱり楽しいですよね。そうですよね。あと今日もトレーニングマッチ今やってますけど、はい、あ、今後半のね、あ、後半って45本の2本目がスタートしたところなんですけど、結果は言いません、はい、
浅田さんが、リリース出したらそれ見てください。リリース出さないと思う。出さない。じゃあ言いません。大丈夫かな、ビデオ撮ってる人いないかな。チェックしてきて、チェックしてきて。大丈夫かな。何の話してたんだっけ。あ、そう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 。そう、何の話してたんだっけ。分からなくなっちゃった。そう、でも、そうやって土井さんとかがね、そうやって、こう、なんていうのかな。美味しいお酒飲めるのも選手たちがやっぱチャレンジしてるからですよね。そうなんです、そうなんですよね。もっと昨日よりも上手くなろうとか、うん、もっといいサッカーしようとかっていうのが見えると、うん、失敗してもそのやろうとしてることって伝わるじゃないですか、うんうん、そうやってやっぱこう見ててこう心打つんですよね、うん、だ今年あの23の画期的な目標は勝ち点いくつかとかっていうそのプロの競技的なプロ的な目標もあるんだけど、もう一つは、心を打つサッカー、うん、心震えるサッカーをしようっていうのを目標にして、メーターがあるじゃないですか、うん、作ってるんですね、はい、ああいうのね、いいですよね、やっぱね。で、あれもあの原野さんたちがチームがそういうコンセプトを作って、うん、あれをもうちょっとこうなんていうみんなで作って、うん、みんなで心を打ってる感っていうかをこう、うん、作れないかなと思って、うん、じゃあ投票してもらって票にしたら毎試合毎試合自分たちが残るじゃないですか。いやいやいや、そう、そうやってみようかななんて言ってね。いやだけどね、うちも、うん、そのまあ向こういらっしゃる、はい、タバさんって方が応援のツイッターとかやってくださってて、はい、やっぱその MVP とか、うん、あのそういう投票やっぱ同じような形でやって、ね、意外とね選手本当にみんな見てて、そうそうそうで本当ねその投票のギリギリの時とか、練習の時とかね話してんですよ、やっぱ俺だよなとか、結構ねだから23の選手たちもああいうの見てね、やっぱそれすごいなんだろう、ああなよく見てもらってんなとか、もっと頑張んなきゃいけないなとか、やっぱねあのプレー俺のプレーでこの試合勝ったんだよとかね、そうですよね、やっぱそういう風に気になりますよね。そうだよね、いや本当は毎週23はそういう番組にしたかった。そう、本当はそういうこと、本当はみんなが見えないようなところを、うん、細かいところを僕はそのために出てるはずで、あのブラジルさんがね余計な話をもう本当にね何喋ってるんだ、いつも終わった瞬間ねみんなで LINE で今日もグダグダでしたねっていう。まあでもそれが面白いんじゃないですかね。選手のそういう選手とのその親近感ってやっぱり、ね、J リーガーなんかさんみたいにやっぱり元やってる人が、ね、いればいろんな情報って出るじゃないですか。でもうちの選手ってなかなかやっぱりね、大卒とか、まあ、そんなにね、活躍した選手がいるってわけじゃない、うん、なるべく試合来た時とか見てる時に、分かる情報を教えたいっていうので、うん、この毎週23日。いや、うん、最初はちゃんとやってたんですよ。最初はね、いろいろね、選手にアンケートとか全部取って、いろいろね、細かなところを言ってたり、ね、パーソナリティをね、やってて見た時とかに面白くなるはずだったんですけどね。うん、けどやっぱりこう、例えばじゃあ、僕面白い、あの今日いない柴田くん、あ、柴田くん、柴田くんなんかあの新体制発表会の時に一発芸やったじゃないですか。うん、俺ねあれ見た時にね、なんだこいつって正直思ったんですよ。あの失礼な言い方するとね。とねけど彼なんか見てたら、うん、俺どっかで見覚えあんなと思ったらセカンドチームにいたじゃないですか。うん、でうち戸田選手の時いたんですよ。うん、ね。でなんとなく覚えてて、うん、そしたらああやってね、大車輪の活躍でね、うん、すごく頑張ってて、うん、ああいうの見ると、ああ、やっぱ下から上がってきて、もう野心持ってる子たちが、こういうふうに舞台に立たせるとこうなるんだなとか、いいケースだなと思ったり、うん、ああいう特徴のある彼が、やっぱああやって、試合終わった後、なんでしょう、あの、選手にコメント取ったりされるじゃないですか。はいはい、ああいうのを見てると、うん、選手の本当の真の素顔が見えたり、そうですね、やっぱオンザピッチとオフザピッチの顔って違うんですよね、うん、選手でね。そうなんですよ。サポーターの方とかって、ああいうとこやっぱ見たいと思うんですよね、やっぱね。まあさんとも言ってるのは、そういうとこをサポーターの方とかに伝えてあげたいよねって言って、なんか浅田さんが見た選手の裏の顔みたいのをなんか必ず一回伝えてねって言われてるんですけど、はい、浅田ノートだ、そう、浅田なんか愛なんか言ってましたよね、はい、僕わざわざネタを作るために前いつも見なんか見てますもん。なんかネタねえかな今日と思いながら、一緒です、ね、もう本当少しでもそれやっぱり重要だと思いますよ、少しでも選手が面白いところだったり素顔をちょっと伝えないとやっぱ、どういうやつって、で柴田も本当は新会発表会あのズームじゃなくてあれでやったライブでやったんですけど、本当に本当10分前ぐらいに一発この雰囲気変えてこいっつってかましてこいって言ったら軽くでいいから、あいつ持ってるのは知ってたんですよ。
軽くでいいからやってくれって言ったらまさかのあれが軽いのか持ってるな。いやでもね、あのネタ言うと新体制発表会ではドスベリしてるんですよ。だから、まあね、このままドスベリしたシーズンを送るのかなと思ったら、彼はドスベリするのが逆に芸になっちゃって、だからあれ本当すごいよね。去年からやってたんで、だからもう実績はでセカンドに去年いるのにトップの練習参加するとなんか知らないけど柴田締めの挨拶させられるんですよ。セカンドなのに面白い。お前やれって、そうでいつも何だかああいうのあるんですよ、うん、だからもう選手の中ではあったんですけど今年入れ替わってるから、そうそう誰もそうそう柴田の面白さ分かんないから、そうそうだからそうそうあの時の周りの僕あの時大石とかも知ってたから隣にいた大石の顔がポカンとしてて多分これ馴染んでねえなーとか思いながらも結構見てたんですよね。俺だけが知ってるだけで周りが知らないから聞いちゃうみたいな苦笑いしましたよね。苦笑いってでもあれは本当にでもまあそこからで開幕戦を、クリアソン戦ですごいゴール打ち込みましたよね。決めてマラドーナみたいなドリブルで、ね、ドリブルですごいね入って侵入してってましたよね。まあでも南葛さんなんかほらあの元 J リーグの選手とかね、はい、鹿島のこうすごかった選手とか、うんうん、いっぱいいらっしゃるじゃないですか、はい、でうちなんかはやっぱりそういう大卒の若い子がとにかく走れる子を出るっていうのが今のチームのコンセプトだから、だからあの有名な選手を入れてネタを作るんじゃなくて無名な選手の魅力を引き出してどうネタにしていくかっていうのをやんなきゃいけないから、春野さんなんかもそういうところだからうまくこういうね選手のこう面白い見どころを教えてくれるからね。どうなんですか大卒の選手とかってうちまあいますけどあんまり多くない、うん、今時の大卒の選手ってどうなんですか、それネタいっぱい持ったりとか明るかったりとか比較的どうなんですか今年の選手なんか。今年の選手だからまあなんとかもう本当にベテランがいなくなったんで、うん、やっぱまあ本当みんな言うんですけど部活みたいですねっていうのはだからその雰囲気の中でやれてるから一人一人は自分の能力は出してんじゃないかなっていう感じがしますけど、ね、なるほどね。そんなまあ面白くないやつもいろいろこう煽られるまでやるし、でまあいい今まではちょっとなんつうかねやらされてるかたっぷりな感じだったけど、今はなんかまあ本当だから本当綺麗に今年はハマった感じはありますけど、まあ小松監督もまあ変わったりとかね、うん、それも大きかったですけど、小松さんはあの半袖半短パンっていうのはあの前前のチームの時から特徴的でしたけど寒くないんですか？ね、それはねいつも僕それだけ心配してる。風邪ひかないんですか？いや風邪ひかないらしいんですよね。本当に目は本当に寒い時着るらしいんですよ。で下はでもあれしか持ってないって言ってました。それはクラブが提供してないだけじゃないですか？あげてました。これはもうね。本当にいやでも今年あの姿しか見たことないんですよ。え本当に本当にでだって本当に朝の7時から9時も寒いじゃないですか、うん、そうですもう全然だからあのスタイルですか、まあ、で俺それ知らなくてあのずっといるっていうのはまあああいう感じではいるっていうのはあの筑波さんとか知ってますけど、ね、なんて言ったらずっとそうとは思わなくて、うん、これたら本当にあのなんですか今年始まる1月のだから21日かな2021あれでしたよ。だから本物なんだと思って。なるほどね。え、じゃあ小松さんが、うん、例えば帰るじゃないですか。練習終わって帰るとき、うん、もちろん羽織ってんですね上は。羽織ってます。え？年中半袖？だから羽織ってんのいつだったかな。私服も着ないですか？私服はでも私服もなんかあれのイメージですけどもはやないな。え？西川祭の今。那須さんともいろいろあのスポーツジムの提携して、はい、あの行けるようにしてるんですけど、うん、たまたまあの駅前で会ったらあの格好にしてちょうどこういやすごいなぁちょっと今からジム行ってきますって言ってすごいなぁ那須さんのエネルギーがすごいです。なんかもうずっとあれだ落ちないんですよ。でもエスペランスさんのオルテガ監督も結構うるさいって言うんですか、はいはいはい、そうですね、もう同じぐらいですか、へぇー、で2人でイエローカードもらって今年伝説ですよ。そう監督2人同時にイエロー、え本当に、いや本当ハンサーマルタイムに2人で審判呼んでたら2人で詰め寄ったの、あ違う違う
詰め合ったわけじゃないですよ。ずっともう、俺の話がずっと言ってたんですよ。言ってて、それを、で、目の前でファウルだったんですよ。本当に結構ひどい。でも僕も本部で見てたから、まあ、ひどかったなって思ったんですけど、で、まあ、小松さんが、まあ、ちょっと寄ってって、あれはちょっとないんじゃないですかっていう話でした、ね。そしたらオルデガさんがなんか多分またなんかひいき目にされてるって思ったのが猛ダッシュで言ったんですよ。それをなんか審判ちょっとひビビっちゃって、でもうなんかちょっと両方にいいよ言われてるみたいな感じになって2人に出て、なるほどね。まあ、こういうのもね、関東リーグの魅力なんですよね。いや俺あの本当動画を撮っとけばもうオルテガさんのダッシュ俺怖かったですよ。よくあるプロ野球の乱闘シーンあるじゃないですか。あのデッドマンがあれとあれとチームプレーで、俺で2人でもらってるのが本当で、小松さんはもうそのスクランサ戦はすごいそういう試合になる可能性、うちの球際行くから、だけどそこを冷静にやるのは今年の23代っていうミーティングでも熱い話なんですよ、そしたら自分でもらうっていう、監督みたいな選手にしてみるわ、ね、熱くなるねよと、監督何してんですかと、自分で熱くなっちゃって、一番反省しててね、一番本当に反省すいませんっつって、なるほどね、それぐらいの方なんです、それをだから、ね、ずっと続けてるんで、本当エネルギーがもらう